ネーション・オブ・イスラムはアメリカ合衆国におけるアフリカ系アメリカ人のイスラム運動組織。口述するように伝統的なイスラム教の教義を大きく否定しているため、イスラム教の一派というよりもイスラム教から派生した新宗教とみなされている。ネーション・オブ・イスラムのメンバー。彼らは集会時に黒いスーツや軍装風の服を着用することで知られる。本組織は ブラックムスリムムーブメントとも呼ばれ、世界強行中の1930年に、デトロイトでマフリを名乗ったウォーレス・ファードによって創始された。黒人の経済的自立を目指す、社会運動であり、白人社会への同化を拒否し、黒人の民族的優越を解く、宗教運動でもある。ファードは、聖書を否定し、アフリカ系アメリカ人の神はただアンラーフのみであり、奴隷化される。 以前の宗教は、キリスト教ではなく、イスラム教であったのだととき、白人に対する民族としての黒人のアイデンティティを主張した。彼は1934年に、謎の失踪を遂げるが、その創立した、テンプル・オブ・イスラムと呼ばれる教団は、イライジャ・ムハンマドが後継し、発展していった。イライジャ・ムハンマドの不況によって全米に広がったは、第二次世界大戦後に入信したマルコム X の、 活躍で大発展を遂げる。イライジャの思想の宣伝活動者となったマルコムは、黒人の貧困救済を唱えて、北部の都市部で苦しむ黒人たちの間に勢力を広げる一方、白人を悪魔と呼んで激しく批判した。このため、ノイは、ブラック・ムズリムズと呼ばれ、公民権運動によって、権利向上を目指していた黒人を含め、アメリカ社会全体から過激派や、 分離主義者と見られることが多かった。そこには、白人優勢のメディアが大きな影響を与えていたと考えられる。1960年代に入ると、マルコム X とイライジャムハンマドの関係が悪化し、マルコムは教団を追放されて、伝統的イスラム教に回帰。イライジャも1975年に死去し、後を継いだ息子のアリスディーンムハンマドは、 父の残した競技から伝統的なスンナハイスラムの競技と祖語のある部分を排除し、黒人分離主義的な運動をやめてが死衆国への忠誠を解き始め、教団名もアメリカンムスリムミッション、後にアメリカンソサエティオブ・ムスリムズに改めたが、彼が引退した2003年に組織は解散している。一方で、組織の急激な恩恵化に不満を抱いたルイス・ファラカンを中心とする人々は、 分派を結成ファラカンは、イライジャの思想を継承し、黒人の社会運動と社会に対する過激な発言や行動を続けている。現在、ノイと呼ばれている組織はファラカン派が発展したもので、1995年には、ワシントン DC で、大デモ活動、100万人台行進を行って、健在を示した。ファラカンは2012年現在も組織を率いている。 新都数は公表されていないが、ニューヨークタイムスの推計では2007年時点で2万から5万人の間であろうとしている。黒人市場主義、反ユダヤ主義な主張も目立ち、極右団体として警戒されることもある。ファラカンは2019年、その過激な主張から Facebook のアカウントを停止させられた。伝統的なイスラム教を信じる世界の多くのムスリムは、 独特の教義を持つノイの信徒ムスリムであると認めないことが多い。以下の点ではノイは伝統的イスラム教と一致する。しかし以下のような大きな相違点がある。ありがとうございます。